皆さんこんにちは。2023年5月現在、中国でコロナに感染するとどのようになってしまうかご報告いたします。5月21日に香港に入国しました。体調が悪くなったのは5月23日くらいからです。香港は暑いので風邪をひいたかなくらいの感じでした。しかし徐々に体調が悪くなり、咳が出るようになり、食欲も水も飲みたくなくなりました。まだこの時期は風邪だと思って新型肺炎だと気づいていません。高速鉄道で香港から重慶まで8時間の旅です。足がフラフラして動くのもやっとです。私が手配した席はフルフラット席だったので、8時間ずっと横になり寝ていました。ちなみにここは西カオルン駅です。3日間食事も水もほとんど取っていません。こんな感じで横になっています。途中無料サービスの鶏肉ご飯とスープサービスがありましたが、食べたくなかったです。車窓を眺め、中国はすごいなって感じです。この時辛いけど、さすがに8時間寝ていれば風邪で回復するだろうと思いました。もうすぐ桂林だななんてのんきなことを考えてました。桂林西駅に近づいてきました。景色は最高、体調は最悪です。桂林の景色をご覧ください。無料サービスの鶏肉ご飯とスープが来ました。これも全く食べれずです。西重慶駅に到着です。めちゃめちゃ大きい駅です。驚いてます。ホテルは現地で取りました。駅大きすぎですね。面白いのがこの送迎車です。これですね。これでホテルまで送迎してくれます。綺麗なホテルです。このホテルに到着してもさすがに体調が良くなりません。以前田中たけしさんの YouTube で海外保険に入った方がいいです、海外旅行保険入った方がいいですよということで、私も損保ジャパンさんと契約をしました。夜9時だったので日本のコールセンターに電話しました。日本のコールセンターから中国のコールセンターへつないでいただきました。翌日の朝9時半ごろお電話をいただき、重慶で日本語可能な病院を紹介していただきました。当日このホテルを午後12時に出発しました。病院は午後1時に予約していただきました。病院に到着する頃体調は最悪でした。 DD 降りて 100m 歩行不可能です。病院の通訳さんが下まで降りてきていただきました。荷物を持ってくれました。
病院に入りすぐ2名の先生と1名の看護婦さん、通訳さんと私です。問診に20分、今までの経緯を説明。コロナの疑いがあるので検査をしました。ガーン、結果陽性、羊確定でした。それを聞いた瞬間めまいがして、一心診療所の椅子に座り込んでしまいました。隣のベッドの上に自分で移動しました。先生がすぐ私の足を上に上げてくれてサポートしてくれました。その後レントゲン、個室に入り鼻から酸素、右手は点滴、約3時間点滴していただきました。これは病院から近いホテルで自主隔離中です。特に移動も問題ないそうですが、結論約4時間の治療で元気になってきました。これは費用の明細です。治療費は3363元でした。日本円で約67260円です。結論、海外旅行保険の加入をお勧めいたします。ご視聴ありがとうございました。